緊急事態宣言が10都府県で延長されたことを受け、鳥取県の平井知事は今日、高齢者施設での対策など感染拡大防止を一層強化する考えを示しました。感染者がお一人でも出た、お一人でも出たら即専門家のチームが入って現地の点検を調査を行ったり、他県の感染例も参考に高齢者施設感染発生即応チームなど対策を強化するほか、飲食店などで進めている感染予防の協賛店や認証事業所の制度を一般企業のオフィスにも広げる方針です。またこんな興味深い解析結果も。鳥取県内で感染が広がっているウイルスについて県が国立感染症研究所に解析を依頼したところ、去年11月から1月にかけてのウイルスはそれまでのウイルスとは違う系統で感染力が強いことが分かったということです。県内では年末から5件のクラスターが発生していますが、このうち境港市の2件、米子市の1件、倉吉市の1件についてはこの感染力が強いウイルスだったということです。